北日草2月17日から1947年1月24日は、大正時代から昭和時代の日本画家。1895年、大阪府大阪市北区道島の動物雑貨賞を営む吉岡正次郎の娘として生まれる。本生は、吉岡、こんな英子。幼くして、母を失った後、12歳の時に渡米し2年間、シアトルで洋画を学んでいる。 1909年に帰国、帰国後の大阪府立清水谷高等女、学校在学中より、深田忠史城に指示して、課長画を学んだ。同年7月の北の大化により離災して、道島の自宅を消失した。そのため女学校卒業間際に、東京に移住し、1913年から2年ほど、日本画家の池田松園に指示している。 吉岡千草の名前で1912年の第6回文展に出品したカフで初入生を果たした。1915年に再び関西に戻り、池田室町に住む、おじの吉岡重三郎のもとに寄遇した。このおじは、小林十三を助け、宝塚少女歌劇団の創立や阪急電鉄の発展などに尽力した人物で、千草は、こういったモダンな環境の下で、 本格的な絵画活動を行っていたようであった。規範してからの畜産は、また、1916年には、島聖園、松本花ひつ岡本皿園と共に、女4人の会を結成して、伊原西閣の公職5人女を題材とした展覧会を大阪で開催した。1915年の第九回文展入選作、ハリクヨウ、1918年の 第十二回文典入選作を動くなどを発表して注目を集め、後に文典無観査決定を得ることとなる。1918年には京都に京を移し、翌年には竹内政法の紹介により菊池京月の門を叩いた。畜佐は同門の梶原久子、和け春光と共に京月塾の三京州と呼称された。九百二十年四月に 近松門左衛門研究家の北に方銀と結婚してからは再び規範し、美人画だけではなく、文楽や歌舞伎を題材とした作品も多く手がけるようになり、1925年の第6回定点入選作、眉の名残、1926年の第7回定点入選作、浄瑠璃戦、1929年の第10回定点入選作、祇園町の雪などの詩として、 女性を題材とした作品の発表を重ねて、文典、定点合わせて、通算12回の入選を果たしている。また、夫、邦銀の著作、解説注釈区代、地下松前集の想定や邦銀が発行、編集を務めた、郷土趣味雑誌、大阪人の表紙絵を描くなどして、夫を支えた。畜作は、家塾の、やちぐ会や、畜作会を、大阪の自宅に設立して、 高新の女流が形の育成、指導並びに地位工場を目指すとともに、畜作会展や大阪女流展を開催して門弟に作品の発表の場を与えた。そこでは、畜作自身も作品を出品している。1947年1月24日、大阪府南河内郡にて死去した。51歳没。ありがとうございます。